Next, we bring the fuel. はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もですね、ラストイヤーザナイトメアやっていきたいと思います。まあちょっとね、先日少し前に強化が入っ、キラー側のね強化と、サバイバー側の弱体化が入ってしまったので、ちょっとねサバイバー若干きつくなってはいるんですけども、ちょっと今までね一番万能で強かった、テクニシャンが結構な弱体化を受けたので、ちょっとね、しんどい部分はあるんですけども、今回はアサルトクラス使ってねやっていこうかなと思います。アサルトクラスが受けたダメージとしては火炎瓶の必要コストが上がったりとかしましたね。まあ火炎瓶は別に必須っていうほどでもないので、なんだろう、超痛手っていうほどではないんですけども、まあちょっとね多少の弱体はアサルトにも入っております。で、アップデート情報に関する、お話は、そういう動画をもう以前に出しておりますので、よかったらそちらも見てみてください。簡単にね、まとめてお話ししておりますので、まあ、お時間ある方はよかったら見てみてください。さて、やばい、やばいか、あ、大丈夫、大丈夫かな、罠かかってんね。で、バット強いんですけど、あ、キラー通った形跡あるな。まずい、そこ気をつけて、そこ気をつけて、上いるかも。そしてそこか、みんな来てくれないとちょっと厳しい。バットがね強いんですけど、バットもね 4,5 回殴っちゃうと壊れてしまうので、バットを作るよりももしかしたら純粋にメイン強化していった方がいいかもしれないですね。あ、来てる。で、ここ植木をつけて、植木をつけて、ここ即死ポイントあるよ。今回何のキラーが相手に来てるかわからないんでね、なんとも言えないんですけど、まあ、とりあえずちょっと、メイン武器をアップグレードしていきます。基本的にはメイン武器のアップグレードと、あと、防具、ヘルメットで、耐え忍んでいこうかなと思ってます。まあ、よっぽど余裕できれば作ってもいいんですけど、火炎瓶ちょっと微妙かなと思うので。さて、ここも一応壊しといて OK。 さあ、あと1個かな、ガソリン1個入れてくれた。あれ？入ってないぞ、ガソリン。2分の0になってる、左上。あれ、ガソリンどっか行っちゃった？バグってんのかな、表示。で、キラーがチェーンのキラーだったみたいなので、単独が危険ですね、だいぶ。一人で動いてるときに一番怖いのはチェーンのキラーなので、逆に複数いる場合は、チェーンのキラーが一番楽ですね。ただ孤立してる時に、チェーンのキラーが来ると、まあほぼほぼ負けますね。あれ、やべ、ちょっと道間違えた、ごめん、助けて、孤立してる俺。よし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 、まあ大丈夫でしょう、おそらくこれぐらいの距離だったら。やばい、来てる、後ろから声が。あー、来てますね。来てる来てる、後ろから来てる。さあ、まあとりあえずこの人の護衛かな、これ取って、これも取って、で、これも取っちゃう。アサルトなんでね、結構こう敵とねがっつり、やべ、戦っていかないといけないので。よいしょ、殴れ、あ、まずい、サンキュー、ナイス、強い強い、この武器。さあ、そしたら回収しに行きたいんだけど、あ、結構でも落ちてますね、ジャンク。きっとあんのかな、俺。この辺でアーマー作るか。
クラフトキットがないとね、ジャンクあっても制作できないので。なんだそれ、持ってほしいの？持つよ。よしよしよし。できればね、この人メディックだから運んでほしいんですけど、あ、一人格殺もらいましたね。あー、味方巻き込んでやっちゃったね。これはでもダメージどんぐらい入ってんだろう。よし、あの人が逃げてくれてるから、オッケーオッケーオッケー。じゃあこっちからすぐに援護行きましょう。待って、アップグレードできないか。お、逃げてくれた逃げてくれた、ナイスナイス。よし、そしたら待って、3人では多分逃げれないから、ちょっと助け行こう。あっちか、行きましょう。いやー、一番嫌いなキラーが今、あれ大丈夫、あれ助けないと多分厳しいぞクリア。え、来ないのかな。いや、こう時間まだいっぱいあるから助けないと。あ、あっち行った。よし、今なら開けれるかも。あ、どこだ。しくじった、こっちだ。よし、頼む、開いてくれ、急げ。オッケー、オッケーオッケーオッケー。キット、クラフティングキットゲットした。で、そしたらね、こっちにもね、いっぱいあんの見た。オッケーオッケーオッケー。この辺取ってって、よし、あとはちょっと孤立危険なので帰りますか。よし、これだ。またさらにメイン強化します。これ強いぞ多分、めちゃめちゃ。オッケーオッケーオッケー。釘がより鋭くなった、さっきより。あ、まずいな、あの人やられたか。あ、投げる、ナイス。あとはじゃあもう殺してくるか。逃げてくれ逃げてくれ、メディックの人。よっしゃ、オッケー、強い強いぞこの武器。よし、じゃあそれ動かしてもらって、でもうちょっと経ったらそろそろまたどっかに復活すると思うので、その人を助けて、で、ゴールしていく感じかな。いや、やっぱアサルト強いね。弱体が入ったって言っても、火炎瓶だけだったと思うので、もともとね、やっぱアサルトって結構肉弾戦するんで、影響はまあ、少ない方ですね。あ、次はね、ジャイアントが来ると見た。あ、でも、これ最後登っていく、逃げるところがこういう高いところなんで、下からね、チェーン伸ばされて、チェーンのやつだとね、即死食らったりするんですよね。それがやばいところ。あ？なんか湧いた？なんだ？まずい！危ねえ！危ねえ！助け行ってあげるか、あれ。それともちょっとこれ進行だけさせとくか、ちゃんと。あ、助けいったね一人。よし、じゃあ少し回しておこう、ゲートギリギリで止めといて、これもね、あらかじめある程度回しておくと後がめちゃめちゃ楽になるっていう、まあ裏技ってほどでもないですけど、これね、全部回しちゃうと、もう脱出イベント始まって、1分間のね、1分間近くも始まっちゃうので、ギリギリで止めておきます。あ、逃げられちゃった。まずいな。今逃がさないで俺が倒しちゃえばよかったんだけど、俺まだヘルメット、アーマーもついてるんで、超安全な状態です。多分、こっから死ぬことは、基本的にはないと思うんですけど、上で掴んで投げられるとやばい。あ、やば！最後ね、上のところやばいんでね、本当に掴んで投げ落とされたら即死なんで。よし、かわした。
ッケー。みんなが援護してくれるところで、おいしょおいしょ、オッケー、倒した倒した、強い、今だ、急げば、みんな来てる来てるね。よし、じゃあもう急いでやっちゃおう。もうみんないるよね。ちょっと待った方がいいか、これでも。最後の一人が階段付近まで来たら回しちゃいます。OK! 完璧完璧。一番ここで怖いのがチェーンかな。チェーン引っ張られるのがやばいかもしれないね。うわ、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 やっべ、炎もやばい、十分やばい。メディックいる？うわうわ、やられた、うわ、最後の最後だ。いや、割と途中まで頑張ったんだけどね。いやー、結構キラー側にダメージ与えて倒せたりもしたので、ジャンクがね、かなり取れたのが今回は一番でかかったかなっていう感じですね。あ、でもあとはみんな逃げた。ナイスナイスナイス。まあこういう時はね、一人の犠牲はやむを得ないってやつですね。まあ今回は自己犠牲という名のヒーローということで良かったんじゃないでしょうか。アサルトクラス楽しいわ。やっぱバットを使わなくてもメイン武器の強化で底上げしていくだけで十分すぎるぐらいですね。うん。ということで、本日は、アサルトクラスを使って一戦ね、1ゲーム、このゲームやってったんですけども、いかがでしたでしょうか。またね、ラストイヤーのゲームもアップしていきますので、よかったら、また遊びに来てみてください。チャンネル登録よかったらよろしくお願いいたします。この YouTube チャンネルで、ライブしたりとか、あとは、オープンレックっていうところでもね、生放送してるんですけども、概要欄にオープンレックの URL は貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。